初戦突破おめでとうございます。ありがとうございます。まず1勝を終えての気持ちを教えてください。そうですね、もう本当に、まず一番ホッとしているという気持ちが一番大きいです。チームには今日の試合に向けてキャプテンからどんな言葉をかけていたんですか？そうです、相手が好投手だということを聞いていたので、本当にまずは後半勝負になるということをまずは伝えていたんですけど、自分が序盤に失点してしまってチームに迷惑をかけてしまったんですけど、結果的にこうして勝つことができてよかったです。その好投手鳴門の富田投手相手にチームは今日15安打8得点、この攻撃はキャプテンはどう見ていたんですか？そうですね、やっぱり自分たちは予選で苦しい試合をしてきたので、そういった経験が生きたのかなと思います。特に今日のこの甲子園の本番の中でこれだけ選手が活躍できた要因というのはどこにあったんですか？そうですね、やっぱり全員が共通した意識を持って目標を持って相手投手の富田投手を打ち崩すんだという思いを持ってやっていたので、それがつながったのかなと思います。山田選手自身のバッティングはご自身ではどう振り返りますか？そうです、まっすぐを弾き返すことができたらよかったんですけど、結果的には甘い変化球を叩くことができたのでよかったと思います。バッターとして富田投手と対して相手はどんなピッチャーでしたか？そうですね、やっぱり、なかなかまっすぐを本当に打ち崩そうと思ったら難しいんですけど、やっぱり、こっちのバッターも粘り強くやっていたので、それが打ち崩すのにつながったのかなと思います。ピッチャーとしてもご自身では最初がっておっしゃってましたが、8回投げて三振13個失点2、トータルで見て今日のピッチングはどうでしたか？そうです、野手が あまりリズムよくできていなかったので、やっぱりこれは打たせよりも三振の方がいいのかなと思ったので、途中から少しギアを上げました。そのあたりのギアを上げたりというところの成長はご自身でも春から感じていらっしゃるところですか？そうです、やっぱり試合試合で、自分たちの選手の様子を見て、やっぱり投げ分けれないといけないと思うので、そこはエースとして、任せてもらっている試合なので何としても勝たないといけないので、自分の仕事をしっかりできたかなと思います。試合が終わってから多賀監督とはどんな言葉を交わされたんですか？あんま覚えてないんですけどおめでとうと言ってもらいました。さあ、これで初戦を終えました。これから先も滋賀県の皆さん、さらには高校野球ファンの皆さんが大いに近江高校には注目しているかと思います。改めてキャプテンの口からこの大会に向けた決意や思いというのを教えてください。目標は日本一です。やっぱりこうしてこういう素晴らしい舞台で野球をやらさせてもらっているという感謝を持って、そして謙虚を忘れずやっていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。